おはようございます。チラッと回します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。というわけで、前回インターバルで武道家の収録をいたしました。じゃあそろそろね、今回はね、続きの大魔王戦やっていこうと思います。近況報告です。骨折しました。動画には結構前に出てると思うんですけど、これ骨折した、翌日に撮ってます。なので、つばぜり合いは、ほぼ不可能と言っていいでしょう。私はモンマスを信じます。レディゴー。宇宙からわざわざ戻ってきたってことですよね、あなた。ああ、カットされた。ひらさんは、勇気を振りまって、魔人に小説の手に戻ってきたさすがと合わせ、ダークドリアム。なんで表すねん、そんな簡単にも。私なんかコミュニズムよく戻ったティラよ。どこの王様ですか。挑戦を続けてもらうぞ。途中中断させてくれよ、じゃあ。できればね、もうこの続けでちょっと倒しちゃいたいところでございますね。まさかあれは。さあ、前回ちょっと見せた、魔界の王が降臨します。いやー、ミルドランス。もう、不正とかなんだろうか、もういいっすわ。気にしないっすわ。行きましょう。行きまーす。スカルナイダー、ミャッケちゃん、タワリン。さあ、行きましょう。ね、相性草原森チーム。なかなか見ない3体が来たんじゃないかな、これ。行きましょう。いや、スカルナイダー初出現じゃない？さあ、行きましょう。ミルドランスにね。てか5出身1体しかいないじゃん。9出身とかいるけど、多分もう誰こいつらみたいに思ってんだろうな。じゃあ初手はとりあえず特技が安定してるんで、向こうは瞑想を打ちたいと思います。よいしょ。初手はね、基本的に向こう特技を打ってくるはずなんで、アーケードモードでちょこちょこね、ミルドラフトは相手してるんで。ただアーケードモードと違って勇気が引き付けないんで、そう、その分勇気を貯める方が難しいかもしれないね。やっていきましょう。スカルーン。さあ、スカルライダー、灼熱剣に行きます。おー、いいねー。強い。しょっぱな会心出していく。さあ、スライムタワーことタワリン、宇宙から。はい、ワン、ツー、スイッチ。307、いいダメージ、いいダメージ。いいよ、いいよ。さあ、ミヤケちゃんがね、ベロリンミストで引っ掛けに行きます。はい。はい。316、なかなか出るね。強いじゃん。さあ、デスティニーでこれは特技なんでね、無効化できます。まあ、これは安心しますよね。無効化できるって分かると安心するよね。さあ、ここからが本番です。ね、2651でどれだけ耐えれるかっていうのは大事になってくると思います。ね、なんとも言えないからな。さあ、行きましょう。タワリン、ロケットストライク。行きまーす。宇宙から放て。はい。ワン、ツー、スイッチ。306。さあ、ミヤケちゃんがね、今度はね、呪文のキャド。使い手の少ないんだよね。使い手少ない。いいね。弱点を取ってるんだけど、賢さ高いな。ベロニミソンがいいね、これ。さあ、使わないと今度は足払いでね、運が良ければ転びます。はい。すげえ。スカルーン、スカルーンすごいじゃん。そんなに会心出すの君。いてつカードはラッキーっすね。むしろね、食らってないっていう意味では ラッキーじゃない。スカルンが頑張ってくれてるわ。スカルライダーそんなに会心出すとは。いいね。もうどんどん行っちゃおう、スカルン。さあ、スカルンが3回目の、はい！あ、290。結構効くんだね。いいよ、いいよ。さあ、タワリン飛び立て！君も会心を出せるはず！ワン、ツー、スイッチ、シェーイ！張り切ってんね、みんな。いいね。今回の3体はめちゃくちゃ張り切ってます。気合が違いますもん。ああ。誰一人避けなかったけどね。さあ、ミヤケちゃんがベロリンミスト。はい。はい。いいね。ミヤケちゃん結構安定っすね。おおいい感じ、いい感じ。いい感じよ。ミルドはそんな追い込めんの？今もう互角だよ、体力。嘘。すごいね。あ、ここで避けられるか。流れ止まったぞ。大丈夫？
あ、凍結カード？あれこれ勝ちじゃないか。あれこれ勝ち？これかなりあっさり勝ててしまうパターンに。これはかなりあっさりいきますよこれ多分。いや骨折してても左腕がある以上大丈夫ですよ。はい、ワン、ツー、スイッチ。さあスカルンが足払いで勇気貯めて終わりですよ。行きましょう。はいはい。あはは、何もそこまでしなくて、スカルンすげーじゃん。大魔王を転ばせよったこいつ最後。そんなそんなことある。スカルンお前はすごい。この3体もはや何なのこれ。もうマヌーサは引くわ、会心出すわ、最後にスカルライダーは転ばせるわで、何だったんすかねもはやミルドラースって。これはすごいな。じゃあとどめはね5の主人公にさせてもらいましょう。さあ、おっと口笛からキラーパンソーの登場だ。おっと全員大集合。魔物大集合、迫力満点の大都心だ。うーわ、圧勝、圧勝すぎてもはやこれは言葉が出ません。嘘、こんな強いのこの3体。勝負あり。王者ティラさん大勝利。お前毎回もう同じこと言っとる。お前たちもしかしてこれ9戦とも全部同じこと言うの？お、ここはあれか。いやーちょっときついやつ来たなーってことは。ちょっときついんだよな、こいつだな。銀魔王。デスタムーアですよ。いや、こいつはね、比較的殴り合いには強いからね。この形態だし。さあ、行きましょう。シルバーデビル、ドランゴン、サイクロン。さあ、草原山のね、3体で行きます、今度は。バトルデックスぐらいしか繋がりないんじゃないの。さあデスタムーアとね、おおいいね、この感じいいな、デスタムーア。まあね、僕たちのパーティーもこれ2850結構耐久あるんでね。いやただ向こう火力は高いからな。まずね3300まで持ってかないといけないんで HP を、そこからまずそこまで戦いが大変そうだね。さあシルバーデビル先制する、ローガン詰めいきます。はい、いいね、いいダメージ、いいダメージ。さあサイコロン、さあサイコロンの目はいくつかな。 3! まあまあです。いいね、まあまあいいダメージだよ。バイキルトから入ってくる、次の威力が怖いんだこれ。次のね一撃がマジで怖いからね。次の一撃で1000ぐらい持ってかれるのかな。さあドランゴはいきます、早草斬り。はい、お強い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 、いい、いいよ。強い強い。ね、ドランゴがね、だいぶ頑張ってくれてますね。まあ、唯一6のね、つながりあるよね。いい、ラッキーラッキー。いいよ、シルビー。さあ、続いて、かまいたち、1! はい。何してんの、お前。やばい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 、減る方はやばいって。避けて、なあ、めっちゃ強い。火力が。さあ、ドラゴン切り、高速の2回動き。3ターン目は、もうこれ瞑想安定っすよ。アーケードでね、デスタムはちょこちょこやってるんで知ってます。3ターン目は絶対特技です。何が何だろうが特技しかしません。さっきからチャーモの大活躍だな。さあ、シルビーたちがね、ここで何をこうしているか。ローガンですね。いいね。はい、はい。おお、ラッキーラッキー。さあ、最後の。さあ、またか、お前は何をしている。
一人だけ何してんのこいつ何してんのお前現場剣ね、これがね強力な特技なんで防げるのはでかいっすよ。これ防げるのでかいよ。いこんなんの追加効果あるからね。オッケーオッケー、大丈夫だ大丈夫だ。さあドランゴ、まあ、このままいけば勝てるかな。はい、いいね。次のターンでうまいこと勇気ためて、次の攻撃で全員麻痺とかにならなければ大丈夫ですね。結構安定してるね。むしろ対人戦よりこっちの方が楽なんじゃないか、ササルナ。うおぉシルビーすごいね、はい、はい。シルビー信じてたぜ。さあ、最後の、最後から決めてくれ。一つ目のカモイたちお前何してんの、何しに来たのお前。最後までやりたい。ああ、最後じゃなかった、ごめん。最後のそういうことか。最後じゃなかったわ。そういうことか。最後の頼むぜ最後の頼むぜお前一回ぐらい6出そうぜ最後の波に乗ってこうぜ。あー怖っ、待って待って怖くね、何してんの何してんのねえ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 、いや一応違うって、敵さんどないなってんですか敵さんの AI が馬なんだけどさっきから、はい、敵さんの AI が上手すぎるってちょっといくらなんでもミルトマウスといいさ、このデスタモアといいさ、なんだもわー3連回戦、さあ3、お前は最後までダメだったシルバーデビルやばいっすねすごいなシルバーデビル、やったな。3回連続回戦とかそんな今まで一回も見たことないこれは相手も怒るで。さあとどめ打ちましょう。あっさりいったな、いいのかこれ、めちゃくちゃあっさりいってますよさっきから。こんなんでいいんでしょうかね。さあとどめはバーバラにねやってもらいましょう。さあ大魔女バーバラにね、こいつのカード欲しいなデスタムアにはバーバラをぶつけるべきです。なんとなくそう思います。いいねー。いや、あっさりやな。圧勝っすね。え、対人戦より今んとこ苦労してないんですよね、実は。基本的には。あっさりしてんのー。